一昔前まではドラフトが下手だと揶揄されていたタイガース。実際、2011年頃まではドラフトでの戦力補強が機能しておらず、FA 選手や外国人選手、メジャー帰りの選手などに依存するチーム編成となっていました。しかし近年は状況が一変。大山選手や近本選手といった独自路線のドラフト1位に加え、下位指名でも中野選手や石井選手、湯浅選手を獲得するなど、ドラフト巧者ぶりが光っています。その成果が今シーズンの優勝をもたらしていることは間違いなく、チーム編成に尽力してきた島村球団本部長も、5年前からこういうチーム、こんな感じのチームがいいなと思っていた、想定していたチームに近いところに来ていると胸を張っています。昨年のドラフトで獲得した1位の森下選手はレギュラーを獲得しており、2位の門別選手が早くも1軍で登板するなど、相変わらずドラフトのうまさが続いていると言えるのではないでしょうか。毎年チーム力の底上げにつながっているドラフトで、今年のタイガースが誰を指名するか、気になっている方も多いと思います。今回の動画では、1位候補に絞って考察していきますので、ぜひ最後までご覧ください。広島が常廣選手、西武が竹内選手の指名を公言していますが、今シーズンのタイガースは例年通り、公言はしないようです。その理由について岡田監督は、今年は会場に客を入れるとか言うてるから、公言なんか、面白くないやんか。何のためのドラフトやねん、とコメント。エンターテイメント性を重視した上での考えであると明かし、誰を指名したかで、そこでわっと湧くわけやんか。マスコミに言わないように、そんな指令を出せばええと思うけどな、とも語りました。公言をしないと語った岡田監督ですが、指名挨拶について問われる中で、どっちみち関西やから、ドラフトは、と笑顔でコメント。関西にいる選手の指名を匂わせており、大きな話題となっています。岡田監督は以前、今年なんかほとんどピッチャーやろ。野手はほとんどいてない言うてるやんか。俺はもうピッチャーの方がええかなと思ってるけど、上位の方はな、と語っており、1位指名は関西圏の学校やチームに在籍する投手になると考えるのが自然でしょう。こういった事前情報に加え、確認しておきたいのが現在の年齢構成です。こちらの表をご覧ください。先発防御率、救援防御率ともにリーグ唯一の2点台でダントツトップだったこともあり、非常に戦力は充実しています。しかし、中継ぎ陣の高齢化は大きな課題と言えるのではないでしょうか。20代の選手が中心を担った先発陣に対し、中継ぎ陣は30代の選手がほとんど。抑えの岩崎選手を筆頭に、登板数の上位5人中4人が30代というのは大きな不安要素です。中継ぎは金属疲労がたまりやすく、長く活躍しにくいという点を考えても、補っておきたい補強ポイントでしょう。湯浅選手と浜地選手が来年復活してくれれば一気に若返りが図れますが、ドラフトの際は復活しないものとして編成を考える必要があります。こういった年齢構成を考えると、抑え候補にもなりうる即戦力投手が最優先であると言えるのではないでしょうか。近年でも DeNA の山崎選手や広島の栗林選手、巨人の大勢選手のように1年目から抑えとして活躍する選手が出てきており、そういった活躍を期待した指名の可能性が高いと予想しています。ここまでの情報をまとめたこちらの表をご覧ください。岡田監督が投手、関西という発言をしており、中継ぎの高齢化が課題になっています。また、近年のドラフトでは補強ポイントを埋めることを重視しているようで、くじを外しても同じポジションの選手を指名する傾向があり、今年もそうなるのではないでしょうか。これらの情報を踏まえた1位候補について見ていきましょう。条件すべてに合致するのが、大商大の上田選手です。上田選手は、ゆったりとしたフォームから繰り出す最速154キロのストレートと、カットボールやフォークを武器にしている投手。侍ジャパン大学代表として出場したハーレムベースボールウィーク2022では守護神として活躍しており、抑え適性も感じさせる投手です。岡田監督が匂わせた関西という点にも当てはまり、1位候補に上がっているのは間違いないのではないでしょうか。スカウトも熱心に視察を繰り返しており、
10月中旬には1週間で3度も複数体制での視察を行っています。畑山統括スカウトもたびたび足を運んでおり、かなり熱心な印象です。ただ個人的には最初の入札というよりは外れ1位のイメージで、他に本命の選手がいるのではと思っています。岡田監督が匂わせた関西という発言をブラフだと捉えると、補強ポイントに合致するのは青学の常廣選手と中央大の西舘選手ではないでしょうか。いずれも大学生でトップクラスの評価を受けている選手ですが、特徴は大きく異なります。すでに広島が1位指名を公言しており、ナンバーワンとの呼び声も高い常廣選手は最速155キロのストレートと140キロ前後のフォークが特徴の投手で、4年春に行われた全日本選手権で MVP を獲得。奪三振能力が高い投手で、スケールの大きさはナンバーワンではないでしょうか。日米大学野球で抑えも務めたように、抑えとしての適性もあると思われ、広島の白竹部長も、先発、抑えどちらでもまだ伸びしろがある、とコメント。早い段階から一軍で投げられる守護神候補として指名するのも面白いと思います。一方、中央大の西舘選手は非常に安定感のある選手です。西舘選手は制球力に長けた選手で、常廣選手よりも奪三振能力は劣るものの安定感は上回っているように感じます。走者がいない場面でもクイック投法を取り入れており、中継ぎ適性も高いはず。ソフトバンクの宮田スカウトも、中継ぎならすぐにでもプロで投げられると思うと中継ぎ適性を含めて高く評価しているようです。予視球率や被打率が低く、秋に評価を高めている西舘選手は確実に1位で消えると思います。巨人が指名するという報道もあり、かなり高い確率で競合になりますが、それでも指名する価値がある選手ではないでしょうか。スケールの大きさで常廣選手を選ぶのか、安定感で西舘選手を選ぶのか、この2択がタイガースの補強ポイントに合致するのではないでしょうか。そして競合してくじを外してしまうようなことがあれば、大正大の上田選手が候補に上がってくると予想します。個人的には地元大阪のスターで2年目あたりから出てこれそうな前田選手を指名し、門別選手と切磋琢磨してほしいという思いもあります。現在の中継ぎの布陣を見ると、上位指名で入団しているのは岩貞選手のみ。育成の島本選手や8位指名の石井選手、6位指名の岩崎選手のように下位で中継ぎ投手を非常にうまく指名しています。上位で先発を獲得し、下位指名で中継ぎを指名するという得意の路線で行っても良いのではないでしょうか。いずれにせよ、近年のタイガースはドラフトが非常にうまくいっており、今年のドラフトへの期待感も非常に高まります。下位指名の選手も数多く主力になっているので、今年のドラフトからも目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。